はい、いつもご利用いただきありがとうございます。はい、黒いパンツをご依頼いただいております。はい、ご覧ください。油性のペンキをね、つけられたということでね、お伺いしております。はい、こちらにもありますね。ここはちょっと大きく付着してますし、裾のこういうのも細かく、結構まあこうやってみるとね、裏側ですね、裏側にもあるんで、結構広範囲に付着してますね。後ろ側にもありますね。はい、まあ、このような感じで付着しておりますけれども、素材の方をね、確認させていただきます。素材の方がですね、これは何になるのかな。はい、ちょっとちゃんと写してくださいね。キュプラとアサッと綿のコンボになるのかな。ちょっと字が細かすぎてね、並んでは見えないんですけれども、はい、画面を通して確認していただければと思います。それではね、始めていきたいと思いますが、まあ、ちょっと端っこからやってみましょうかね。基本的には、まあ、目立たないところからね、染み抜きは始めていくんですけれども、いきなり真ん中からやってしまうとね、万が一ね、何かあった時に対応できませんのでね、はい、安全なことを確認して、真ん中の方に処理を進めていくことになります。はい、まあ、問題なくね、除去はできそうなんでね。はい、あと、ちょっと数が多いんでね。はい、このような感じで進めていくことになります。はい、ご利用ありがとうございます。はい、メンズパンツに仕上がっております。はい、塗料が付着していた状態だったんですけどね。はい、除去させていただいております。結構集中して着があったんですけどね。はい、反対側も見てみましょうか。はい、反対側もね、綺麗に着用していきます。はい、今見えないね、内側の着隅から隅まで綺麗にさせていただくことができておりますのでね。はい、これで喜んでいただけるかと思います。はい、ご利用ありがとうございます。